ピレモンへの手紙イエス・キリストを伝えたことで投獄されたパウロと信仰の友テモテから愛する同労者ピレモンへまたあなたの家に集まっている皆さんと私たちの姉妹アピアそれに私と同じくキリストの福音の兵士となったアルキポにこの手紙を送ります父なる神と主イエス・キリストが あなた方に祝福と平安等を与えてくださいますように。愛するピレモンよ。あなたのことを私はいつも神に感謝しています。それは、主イエス・キリストに対するあなたの信仰と、すべてのクリスチャンに対するあなたの愛をいつも耳にしているからです。人々との交際において、クリスチャンとしてのあなたの立派な態度が相手の心を捉え、 その生活までも変えることができるように、と祈っています。愛する友よ。こういう私も、あなたの愛によってどれだけ慰められ、励まされたか知れません。本当に、あなたの親切は多くの信徒たちを元気づけました。そんなあなたを見込んで、ぜひお願いしたいことがあります。キリストの名によって命じてもよいのですが、私とあなたの間には愛がありますから、 あえて命令はしません年老いた今、キリストイエスのために投獄されているこの私からのお願いです。どうか私が獄中で神に導いたおねしもを愛の心で優しく迎えてやってください。私はおねしもを我が子のように思っているのです。おねしもは以前あなたのもとにいた頃は役立たずの奴隷であったかもしれません。しかし、 クリスチャンとなった今、あなたにとっても、私にとっても、その名の通り役立つものとなりました。そのおねしもを、私の心と一緒にそちらへ返します。内心私は、福音のために囚われの身となっている間、彼をそばに置いて、あなたの代わりに世話をしてもらいたいと思っていました。しかし、あなたの同意なしに、そんなことはしたくなかったのです。 あなたがしてくれる親切は、無理強いされてではなく、心から喜んでするものでなければなりませんから。おねしもがしばらくの間逃亡していたのは、彼が永久にあなたのそばにいるものとなるためだったのでしょう。それも、奴隷としてではなく、はるかに勝ったもの、つまり愛する兄弟としてです。そのことではあなたの考えもひとしおでしょう。 単なる奴隷と主人の関係を超えて、キリストを信じる兄弟同士になったのですから。ですから、もし本当に私を友と思ってくれるなら、私を迎えるように、おねしもを心から迎えてやってください。もし彼が何か損害をかけたり、物を盗み出していたりしたら、その請求は私にしてください。私が支払います。その保証として、 自筆でこの歌詞をした,ためています私の助けがあって今のようなあなたになれたというあなたの私に対する仮については何も言いません愛する友よどうか愛にあふれた素晴らしい態度で私の弱っている心を喜ばせ主を賛美させてくださいこの手紙はあなたが私の期待以上のことをしてくれると確信して書きましたそれから 私の泊まる部屋を用意しておいてくれませんか神があなた方の祈りに応えてくださり間もなく私もそちらへ行けるようになると思っていますキリストイエスのことを語ったために共に囚人となっているエパフラスが「よろしく」と言っていますそれから私と一緒に働いているマルコアリスタルコデマスルカも「よろしく」とのことです 主イエス・キリストの祝福があなた方と共にありますように。